フェーサー流というようなものをどうやって打っていくか。非常に高い基準を求められてしまうんですね。やっぱりそのチャレンジをする、新しいところに足を踏み入れていく。別に専門が違っても基礎は変わらないので、自分で勉強して自分で考えて、その裾野を広げていく重要なんじゃないかなと。もう本当に10年でかなり新しいことにチャレンジしてきています。私たち技術部がいるからこそ挑戦できますよ。しっかりと自分の技術力をしっかり蓄えていきたいなというふうには思ってますね。海運って経済の大動脈だと、僕はぜひ成功させたいなと。世界一になりたいっていうのは常に持ってる。